レーザーサイト、そうじゃなくて、僕のチャンネル登録者数今何人か知ってるみたいな。9000人、9000人、うん、9000人でね、うん、僕こんな僕なんだの動画で9000人もチャンネル登録数が集まるなんか、もうびっくりなんだよね。でもね、悔しいことにね、ファイナルキューって言ってる皆さんは何人だと思う？16000人。もうさ、最初の頃さ、皆さんと一緒に、下手でもいいから頑張りましょうねってこう言ってたのにもかかわらずね、もう何あれ、もうしかも皆さんこの前のフリーボールさ、25キル中ですって、下手でもなんでもないじゃん。てかめっちゃうまい部類じゃん。なんなのあれって思っちゃって、ちょっと逆ギレしてたわけ。ちょっとギャル語でごめんなさいね。あなたが大学忙しいって言って勉強ばっかりやって動画上げてないだけでしょ。お勉強して大学行って、あなた頑張ってお勉強して動画上げれなくてこういう形になっただけでしょ。私全然すごくない。みんなピースさん知らないよ。しょうがないな。ピースさんだ。ピースチャンネルだ。見たこと、知らないの？ちょっとピースさん、こうクールな対象実況とか隠密作戦すごい面白いんだよ。知らないの？一回見た方がいい。やみつきになっちゃうよ。あとそうだな、月光さん、月光がやるコールオブデューティーブラックオプス、月光さん知らないの？みんな知らないの？女の子だよ。声とかテクニックじゃないの。この月光さんのいいところは透き通ってんだ。気持ちが透き通ってて優しくて穏やかな人だ。そこが魅力だ。見たことないの？見て見ろ。誰？ピースも月光も知らねえの。見ろ、見てあげて。あとは、はい、私の弟子ユーストロベリーバイオハザードバットマン、私の弟子で可愛いんだ。この子も透き通ってんだ。穏やかであったけんだ。見て、ユーもピースも結婚も知らねえってか。見ろー。見て、何マッチ検索コアフリーフォーオール音量21。知らねえよって。見つかる？やべえ、ピースさんがコールオブデューティー始めるっていうから、コールオブデューティーブラックオプス2の動画始めるっていうから、やべえ、俺視聴者全部取られて消されちまう。このままじゃもうやべえ、俺下手で消されちまう、犯される、抱かれて抱かれ倒して抱かれ倒して、やべえ。今回の俺のクラス選択 DAISUKIDAYO はスナイパーだ。いくさ、俺の本当の力を見せてやる。ちょっと待て、感度ちょっと下げるぜ。いつもそう、俺いつも14だから感度10ぐらいにしとくか。ほう、近くにいるな。俺のスナイパーショットを見せて。あ、やめなさいよ、今からすごいんだから。ん、ほっ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 、あっ、やった、スナイパーキールどうよ。トゥほっほっ、俺のスナイパーの力見せてやる。どこだ、あ、いた、この、待て、ほら、スナイパーすげえんだぞ。どこ行った、
しこれで、ガンガン後ろ、それちょっと待て待て、落ち着け、肌毛仕事より肌毛仕事より簡単だこれ。さあ来い、階段のとこに来い。あ、スナイパーすげえ、地形壁が壁目の前になって近すぎて大変だ。来る、ああいう家の入り口、あ、いた、頭頭、やこれが私のスナイパーキール、来い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 、いたいた、どあの家ってことはこの扉に出てこねえかな。諦めで家の中から出てきて、そこあれあれ、追って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 、静かに追って追って、気づいてない、あーなんでやめてよ、今いいところなんだから。くる、スナイパー。ごめんなさい、私スナイパー使ったことなくて。あ、待って待って、これ投げで、もう一回投げで、ナイスキールと言わんばかりのラビットファイヤー。いたいた、届くんだ、私のスナイパーだったら。こっち見て、もう一回見て、追ってきて、マップ表示を見て、こっち追ってきて、そこ私頭打ち抜くから、打ち抜いてみせるから、かっこいいとこ見せてんだ、ミノ軍曹のスかっ、あ早すぎない？途中参戦だ、でも途中参戦でありがとう。私これ以上持たね、私スナイパーできねえ、使ったことねえんだ。でも3キルした、ヘッドショットもした、ヘッドショットした、強さと名誉。もういいって、では、今回もご視聴ありがとうございました。B さんと月光さんと、あとは弟子、これからも見てあげてくる、見てあげてくる、見てみてください。すごく楽しいので、よろしくお願いします。それじゃあね、バイバイ、チャオ。